アキちゃん、いきなりごめんね。ちょっと急なお願いがあるんだけど、いいかな？どうしたんですか？悪いんだけど、子供の保育園に迎えに行ってきてくれない？子供が熱を出したみたいで、保育園から引き取ってくれって連絡が来たの。まどかさんか兄は迎えに行けないんですか？それが二人とも会社から抜けられないのよ。でもアキちゃんなら暇でしょ？こないだお母さんから聞いたけど、在宅勤務の仕事に転職したそうじゃない？そうですけど、でも在宅仕事イコール暇じゃないですからね。私も仕事があるのでお迎えには行けません。またまたそんなこと言って、家で自由に働けるんだもの、暇そのものじゃない。はい、ほんとこのタイミングで転職してくれて助かるわ。最近息子のゆうたがしょっちゅう熱を出すのよね。もう今月だけで5回は早退してるから、会社では肩身も狭いし。でもこれからはあきちゃんがいるから安心だわ。ちょっと待ってください。これからはって何ですか？私、今回もこれからも引き受けるつもりはありませんよ。いくら甥っ子とはいえ、他人の子供を預かるなんて無理ですからね。大丈夫よ、ゆうたはあきちゃんに慣れてるし、こういう経験はきっと将来の役に立つわ。独身のうちから子育ての経験をしておくのもいいものよ。私だって仕事が忙しいんです。在宅仕事とはいえ、きっちり8時間働いてるんですよ。でも大した仕事じゃないでしょ。所詮家で適当にできる仕事ばかりじゃない。は？そんなあきちゃんと違って、大手企業で働く兄夫婦は本当に忙しいのよね。働いてるふりをしてればいい、暇なあなたとは違うのよ。はあ？てなわけで、ゆうたのことよろしくね。保育園にもお迎えは義妹が行くって伝えておいたから、仕事終わりに迎えに行きます。あきちゃんごめん、ちょっと急な残業が入っちゃってさ。悪いんだけど、まだまだお迎えには行けなさそうなの。だから保育園に迎えに行って、そのままあきちゃんの家で預かって。なんだったら晩ご飯も食べさせちゃっていいから。まどかさん、もう限界です。いい加減にしてくださいよ。へえ。あれからほぼ毎週ゆうたは私に押し付けて、こっちも働いているんです。今じゃまどかさんたちのせいで仕事に遅れも出てるんですよ。これ以上私を巻き込まないでください。そんな冷たいこと言わないでよ。今月から夫の高橋さんは出張だし、こっちだってギリギリでやってるのよ。家族なんだから協力してくれたっていいじゃない。こんなの協力じゃなくて押し付けですよ。私がどんなに拒否っても無理やり押し付けて。熱のあるゆうたを玄関前に置き去りにされた時は呆れましたね。そうまでして仕事が優先なんですか？あの日はどうしても抜けられない会議があったのよ。だからお昼ご飯を食べる時間を削ってまで子供を迎えに行って、あきちゃんの家に送り届けたの。最初からあきちゃんが保育園に迎えに行ってくれてたら、ゆうたは寒い中外で待ってることなんてなかったわ。私が悪いって言うんですか？私だって悪くないもん。結婚も子供もいないあきちゃんにはわからないだろうけど、仕事と育児の両立は本当に大変なのよ。そんな中必死に頑張ってるんだから、少しは助けてくれたっていいじゃない。助けてあげたいのは山々ですが、そんな態度を続けられてはもう助けたくありません。本気でいい加減にしてください。じゃあ何？私も甥っ子を見捨てるっていうの？在宅仕事で暇人のくせに冷たいのね。だから何度も言っていますよね、在宅仕事とはいえ忙しいんですよ。こっちは。こっちも何度も言ってるわよね。たかが在宅仕事が忙しいわけないでしょ。本当に忙しいのは私や高橋さんみたいなバリキャリたちなの。家でもできる簡単な仕事しかしてないくせに、忙しいだなんて威張ってるんじゃないわよ。はあ？私の仕事がどんなものか知ろうともしていないくせに、そうやって勝手な価値観で判断しないでください。仕事にどっちが忙しいか偉いかなんてありません。は？そんなのあるに決まってるでしょ。在宅仕事なんてコミュ力の低い引きこもりがやるような仕事でしょ。つまり底辺の仕事ってことじゃない。なんですって？だから彼氏もいなければ友達も少ないあきちゃんにはぴったりね。コミュ力もいらないし、仕事は楽だし、毎日幸せでしょ。ならその幸せを少しくらい分けてくれたっていいじゃない。それがゆうたの面倒ってわけですか？言っておきますけど、在宅仕事こそコミュ力が必要なんですからね。はあ？
円滑に進めるためにメールもチャットもかなり打ちますし、なんだったらオンライン会議だってしょっちゅうあるんですからね。なのにその会議のたびに後ろで泣かれてちゃ全く仕事にならないんですよ。ちょっとその言い方は何よ。まるでうちの子が邪魔してるみたいじゃない。実際邪魔ですよ。常に体調不良の時に預かっていますからね。高熱で号泣、腹痛で号泣、寝すぎて号泣、もう泣かれてばっかりで一切仕事に集中できないんですよ。それなら私が子供を迎えに行った後に仕事をすればいいじゃない。自由な時間で仕事できるのが在宅ワークなんでしょ。自分が何時に迎えに来てるか分かってます？こないだなんて残業が長引いてって夜の9時に迎えに来ましたよね。そこから私に仕事をしろって言うんですか？でも通勤もないんだし、早く起きる必要もないんでしょ。なら問題ないじゃない。だからオンライン会議やらいろいろあるんですよ。他社はどうか知りませんけど、うちは基本的に在宅ワークも朝9時始業です。なのにまどかさんのせいで最近は朝3時就寝。もう体はボロボロですよ。それなら私の方がボロボロよ。仕事はあなたと違って忙しいし、家に帰れば母親業があるんだから、週 1,2 回の数時間預かってるぐらいで私より大変アピールしないでよ。はあ？所詮ただの暇人在宅ワークのくせに、あなたの仕事なんてバリキャリの私の仕事に比べたら楽勝でしょ。在宅ワークしながら甥っ子の重りくらいやって当然よ。リストラ名簿見ましたよ。え？この際はっきり言わせてもらいますけど、先月末付でリストラされていますよね。今月からは無職で家にいるはずですよね。なのになんで毎回私が子供を預からないといけないんですか？え？リストラ後もいろいろ大変なのかと思って何も言わずに預かってきましたけど、もう限界です。ちょっと待って、アキちゃん、リストラ名簿って一体何のこと？それをどこで見たっていうのよ。在宅ワーク内の資料ですけど。え？人材派遣や管理系業務の会社に所属しているんです。それでたまたままどかさんの会社担当になりましてね、リストラ名簿も私は見れる状態だったんですよ。そうなの？なのでごまかしても無駄ですよ。なんだったら公園にいるところもバッチリ見ていますから。なんですって？先週も頼まれて保育園にユータを迎えに行ったじゃないですか。その時にどうしても公園に行きたいってせがまれて、2人で隣町の公園にまで行ってきたんですよね。なんでわざわざ隣町の公園に来るのよ。その隣町に私の所属する会社のオフィスがあるからです。ちょうど資料を取りに行きたかったのでユータを連れて向かったんです。古臭い上司が直接資料に印鑑を押しに来いってうるさくて。そんなあの公園で見られていたなんて。真っ昼間から公園で楽しそうにビールを飲んでましたよね。私はまどかさんの頼みで子供を預かり、ヘロヘロで公園にまで向かったのに、そんな中まどかさんは真っ昼間からビールですか。いいご身分ですね。それはあれよ、あの日たまたまなだけで、本当はリストラのショックでちょっと落ち込んでたっていうか、ビールで自分を元気づけたかったっていうか。元気づける前にまずは兄に報告じゃないですかね。多分ですけど兄はまだリストラのこと知りませんよね。それは今度報告するつもりよ。それに今は旦那も長期出張中でしょ。変な心配かけさせたくないからわざと秘密にしてるのよ。そういうことなら気にしなくていいですよ。兄はそんなことで動じる人じゃありませんから。言いづらいなら私の方から説明しておきますね。え？私も早くこの状況を改善したいですし、ではこれで失礼します。お願い待って、もう子供は預けないって約束するから。だからお願い、このことは旦那には秘密にして。どうしてですか？リストラって結構家計に響く話だと思うんですけど、託児のこともそうですけど、全部兄に話しちゃった方が家族としてはいいんじゃないですか？そんな簡単な話じゃないのよ。実はそのみんなには言ってなかったけど、私たちお家を買ったのよ。え？そうだったんですか？私も旦那も昇進続きで稼ぎも順調に上がってきたし、お家を建てるなら今しかないってことで、調子に乗って結構豪華な注文住宅を建ててしまったの。でもまさか私がリストラ対象に入るなんて思わなくてね。その今の私たちなら大丈夫だって強気に出て、住宅ローン限界のギリギリまで借りちゃったのよね。
それならなおのこと早く打ち明けた方がいいですよ。二人合わせたフルローンですよね。なのに片方の稼ぎがゼロじゃ大ピンチじゃないですか。そんなの言われなくても分かっているわよ。でもあれだけ順調だったのにこんなあっさりリストラだなんて、こんな報告を旦那にするなんて私のプライドが許さないの。だから旦那の高井さんにはまだ言いたくないの。プライドって今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょ。だから旦那にバレる前に仕事は見つけるつもりよ。こないだの公園ビールもちょっとした就活の息抜きタイムなの。私すぐに次の仕事を探すからもうちょっとだけ待っててちょうだい。子供はもう預けないし、次の仕事が決まっても絶対に預けないって約束するから。ちなみに次の仕事が決まりそうな当てはあるんですか？ないわ。だから今ハロワで探しているところよ。でもね、次の会社は絶対に定時上がりのところって決めてるの。もちろん今までの年収を落とさないところでね。そしたら絶対にアキちゃんにはもう二度と迷惑かけないから。こんな不況の中でそんないいところを早く見つかると思ってるんですか？思うなんかじゃない、絶対に見つけるのよ。だからアキちゃんお願いします。もう子供は預けないから旦那には黙ってて、在宅ワークの邪魔ももう二度としないって誓うから。悪いがもう俺にバレてるぞ。え？で、兄から伝言です。まどかさんが慌てふためいてるって送ったら、そう伝えておけって言ってます。バレてる？え？たかしさんに全部バレてるの？はい、託児していたことも会社でリストラに会っていたことも全部兄にはバレていますよ。なんで？まさかもう彼にチクったの？私がこんなにお願いしたのに、なんてひどい気前なの。誤解です。私は兄に告げ口なんてしていません。たまたま兄に見られたんですよ。見られた？旦那の高橋さんは今長期出張でいないのよ。私がついさっき言ったこと覚えてます？オンライン会議で子供が泣かれて困ってるって言ったじゃないですか。実はその時にバレちゃったんですよね。は？実はこの間の打ち合わせ、取引先の会社との会議だったんですが、そこに兄が出席していたんですよね。なんですって？もちろん仕事の場ですので公私混同はせず、お互いに企業代表としてそしらの顔で会議をしていたんですけど、その時に甥っ子が後ろでギャン泣き、同席していた兄の上司さんが優しい人で、僕は子供好きで会議に子供がいても構わない、ぜひ連れてきてくれって言ってくれたんです。それで素直に子供をオンライン会議に連れてきたってわけ？高井さんと上司にがっつり子供たちを見せたってわけ？はい、兄のあの顔面蒼白な顔、本当に何も知らされていなかったんだなって全部悟りましたよ。いやー、嘘でしょ。私が必死に隠していたのに全部バレているなんて。兄の出張前に初めて私に預けた日のことも、私が自ら進んで引き受けてくれたって言っていたそうですね。しかもそれ以降は一切頼んでいないとか。よくもそんな嘘で兄をごまかしていましたね。それは兄はだいぶお怒りでしたよ。ちなみに長期出張は会社に相談して今週いっぱいで切り上げてくるそうです。よかったですね。そうなの？そんなの私聞いてない。っていうかちょっと待って、こないだのオンライン会議でバレたって言ってたわよね。はい、言いましたね。それっていつのこと？全部バレてるならなんで高橋さんは何も私に言ってこないのよ。会議はもう2週間ほど前のことですね。何も言ってこないのは、そうですね、何か準備してるんじゃないですか？え？ではこれで失礼します。ゆうたにもぜひお父さんが来週帰ってくるとお伝えくださいね。1週間後、長い出張を終えた兄は離婚届を持って帰ってきたそうです。そして今すぐに離婚するか、誠心誠意妹に謝って1ヶ月以内に仕事を探すか、どちらか選べと兄の言葉を受けて、まどかさんは私に土下座の謝罪。最終的には離婚せず、兄は住宅ローン費用を稼ぐために朝から晩まで仕事漬けの日々。まどかさんは定時上がりの仕事について育児を担当しているようです。どうしても無理な時は行政やらいろんなサービスを使って対応しているそうで、今のところ私は仕事に集中できる毎日です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、
それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。